セルジオ・メンデスとグラシーニャ・レポラーセグラシーニャ・レポラーセは、ブラジル出身のボサノバミュージシャン。3人兄弟の末っ子として、リオデジャネイロに生まれる。学生時代より、音楽活動を始め、グループマニフェストに参加。17歳の時、第2回国際歌謡祭に、兄、フェルナンド作の、カンサオ・デス・ポレル・ボセで出場し、注目を浴びる。 この曲は後にエレンコレーベルよりシングルとして発売された。また、蒸気歌謡祭を中心とした企画版ツーフェスティバルインテルナショナルダカンサオポペラーでは、アニ・フェルナンド・サクの他に、ソロ名義でカント・デ・デスプディーダ、オフェレーンダ、マリオ・テリストのデュエット、ジーシン・コントルーグループマニフェスト名義でマルガリーダを発表。蒸気グループマニフェスト在籍時には、 マニフェストムシカル、グループマニフェストナンバー2の2枚を発表。同グループは2作発表の後、解散している。1968年、18歳の時には、ソロ名義で、グラシニアレポラーセを発表。その後、エルメート・パスコアールやアイルト・モレーラなどで知られる、クアルテート・ノボに参加。サンパウロに一時帰国していたセルジオ・メンデスに、スカウトされ、ボサリオの一員になる。 この時、渡米し、セルジオ・メンデスと結婚する。ボサリオでは、ボッサリオ、アレグリアの2作に参加。1970年にはゲストに、ジョアン・ドナートを迎えて初来日し、ブラジル66の前座を担当。この様子は、ライブ版、ライブエイティザ・エキスポ70に収められている。ボサリオと、並行して、ブラジル66にも参加。1970年に、 ブラジル66のメンバーチェンジがあった時に、ラニーホールと入れ替わりで、クラウジオスロンと共に正式参加。以後、セルジオメンデスのほとんどの作品に参加。ボサリオ解散後には、セルジオメンデスブラジル77のボーカリストとして参加。セルジオメンデスがプロデュースする作品にも参加するなど、多岐にわたる活動をする。 1977年制作のドキュメンタリー映画、ペレのサウンドトラックでは、ペレ本人とデュエットしているほか、ジャズ界のリーリトナー、サラボーンとも共演している。その後は、特に目立った活動はないが、なおも現役であり、セルジオ・メンデスと、講師ともに行動をしている。1968年は、ブラジル音楽界にとっては、非常に重要な年であった。 軍事政権のもと多くのミュージシャンが弾圧や亡命する不遇な時代を送る最中、カエターノ・ベローゾやジルベルト・ジルなどによってトロピカリアが結成され、また歌用祭も頻繁に行われて多くの新人が発掘された。トンゼイやムタンチス、ジョイスなども相次いでデビューをしている。セルジオ・メンデスと共に日本には頻繁に訪れている新日課である。 日本料理に興味を持ち、ボサリオ時代の愛車は、トヨタコロナマーク2であった。日本人ミュージシャンとも親交があり、吉田和夫による LA トランジットのデノーボに参加。他に、相田翔子のジョヤや阿川元子のオウロデマナスにも参加。1971年には、ブラジル77のパストロピカルでは日本語の歌詞で歌っている。特に記述がないものに関しては、 日本国内版が発売されていない。しかし、ボサリオのアレグリアなど復刻化が進んでおり、ブラジル66以降の作品に関しては比較的入手が容易である。このグループは1枚しかレコードを出しておらず、しかもレポラーセが参加する前の発表であるため彼女は関わっていない。ありがとうございます。